ラウンドアバウト、ラウンドアバウト、日本、語、とは、交差点の一種である。3本以上の道路を、円形のスペースを介して接続したもので、この円形のスペースの真ん中には、中央島と呼ばれる、円形の通行できない区域がある。車両はこの中央島の周りの環状の道路、間道を一方向、右側通行なら、半時計回り、左側通行なら時計回りに通行する。 円形道路の交差点を表す単語に、ロータリー交差点、円形交差点もあるが、本校では特に断らない限り、ラウンドアバウト、環状交差点とは、環状の道路に、信号や一時停止義務や箇所がない度の特徴を持った、交差点の一種、つまり現代的なラウンドアバウトを指し、そのような特徴を持たない交差点、現代的、ラウンドアバウトではないロータリーとは区別して扱う。 1625年、ロンドンに辻馬車が登場。ほどなく、パリにも登場している。1662年、ブレイズ・パスカルは、パリで、乗り合い馬車、ゴー・ソルの馬車を創業する。馬車のスムーズな交差点通過の必要性から、カーブを大きく取り中央に島が作られて、必然的にロータリーが形成されてきた。円形交差点は19世紀後半からヨーロッパで作られ始めた。 この時期の円形交差点は、都市の中心部などに、景観上の工夫、として考案されたものである。例えば、シャルルド・ゴール広場、エトワール広場の建設当初の目的は、もともと5本の道路が集まる広場であり、中心に外線門が建造されて、環状の道路を持つ交差点になったのである。交通システムの一環として設計された円形交差点は、古代ローマの馬車の構造により、 使われてきた。日本では昭和40年代に学校、病院などの玄関前に作られた。しかし、その後車両のサイズが大型化して、使用に適さなくなり、廃れてきたが、平成26年から再認識されている。一方、米国では、ウィリアム・フェルプスへのの提案によって1905年にアメリのニューヨークに作られたコロンバスサークルが最初のものである。同時期に、 フランスでは、ウジェーヌ・エナールの提案で、パリのシャルル・ド・ゴール広場の周りが、円形交差点として1907年に備えされた。交差点内での車両の通行を、半時計回り、右側通行の場合の一方通行にしたことが、最大の特徴である。イギリスでは1909年、世界初の田園都市として建設されたレッジワースに、作らたとされている。イギリスでは、 円形交差点をギラトリーシステムとも呼ぶが、1926年からはギラトリーシステムに代わって、ラウンドアバウトが円形交差点を指す公式な賞になっている。日本では1936年に作られたアサ川、時は、ロータリーなどがよく知られている。円形交差点では対向車もないし、対向車線を横切って曲がる必要もないので適切な。 交通量においては十字の交差点より、スムーズな流れが期待できる。初期の円形交差点は、感動の車両の流れに素早く合流したり、感動内で車線変更することを意図して設計されており、また、合流の際には円形交差点に入る車両が優先されていた。侵入する車両が優先される根拠は、右側通行の場合、通常の十字路では向かって、 右側の車両が優先で円形交差点への侵入に際してもそれに倣ったのである。しかし、侵入する車両は減速せずに交差点に入ることができるので衝突した時の被害も大きかった。また、交通量が多くなった時に車両が感動内で動けなくなる状況が発生し、このことによっても円形交差点に対する評価は下がった。 そのため1950年代に入るとアメリカでは円形交差点がほとんど帰り見られなくなった。一方イギリスでは1960年代に入り英国交通研究所がそのような円形交差点の持つ問題を調査し解決策を探ることに着手した。この時に考案されたもののうち最も特徴的なものは関道内の車両が優先して通行するという ルールである。その結果を受けて、1966年、イギリスでは感動内の車両が優先する規則をすべての形交差点に適用した。これが、現代的なラウンドアバウトの始まりである。1971年には、イギリス交通省により、ラウンドアバウトの設計ガイドラインが作成された。この現代的、ラウンドアバウトは、一般的な交差点を通過する際の遅れ。 赤信号の待ち時間などを最小限に抑えつつ、旧来の円形交差点の主要な課題であった安全性の問題と感動内で動けなくる問題を解決し、盛んに導入されるようになった。その後、1970年代から1980年代にかけてヨーロッパやイギリス連邦を中心にラウンドアバウトがイギリス国外にも広く普及し、例えば、 フランスには1990年代後半の時点で約1万5000カ所のラウンドアバウトが設置されるまでになった。アメリカでも諸外国での成功例からラウンドアバウトが見直されるようになり、1990年にネバダ州でアメリカで初めての現代的ラウンアバウトが建設された。2013年には日本でも従来あった信号機を撤去した。 ラウンドアバウトが初めて導入されている長野県飯田市の東和町交差点。1960年代から1970年代にかけてにイギリスでラウンドアバウトの設計基準が確立され、それに基づいて設計されたラウンドアバウトを特に現代的ラウンドアバウトと呼ぶ。これは主にアメリカで用いられる言い方で、 アメリカでは一度円形交差点の建設が廃れてから、あと1990年代になってヨーロッパなどでの事例を参考にして、ラウンドアウトが再度評価されたことから、従来の円形交差点とは明確に区別しているのである。現代的、ラウンドアバウトと区別する場合、従来型の円形交差点はトラフィックサークルと呼ぶことが多い。従来から、ある円形交差点に対して、 現代的、ラウンドアバウトは、以下のような特徴を備えている。ラウンドアバウトを構成する主な施設は、以下の通りである。横断歩道が設置される場合は、ラウンドアバウトの外周から乗用車1台分ほど離して設置される。これは、ここが、ラウンドアバウト外周で横断するより、歩行者の横断距離が短くなるからである。侵入する車両にとっては、横断歩道の後に、 寒道までの間のスペースがあるので、ドライバーは歩行者と艦道内の車両を同時に注意する必要がなくなる。また、退出する車両にとっても、寒道から出た後に歩行者に注意すれば良いことになる。横断歩道は歩行者を横断に適した場所へ誘導する目的に加え、ドライバーに歩行者の存在を予想させることが主な目的となるものであるので、点滅灯を道路病として埋め込んだり、 また、押しボタン式信号機を設置したりすることも考慮される。ラウンドアバウトの設計における重要なポイントの一つが走行する車両の速度の抑制である。ラウンドアバウトではこれをそれぞれの構成要素の幾何学的な配置と幾何学的な形状で実現する。中でも侵入路の形状は侵入速度を決める重要な役割を持つ。 ラウンドアバウトに入る車両が安全な速度にまで速度を落とすように侵入路にはカーブが付けてある。また、侵入路の分離島や外周部に植栽を施すのは侵入路や感動で窮屈な感じを演出し、ドライバーが速度を落とすように促す効果も期待しているからである。ラウンドアバウトの間道への侵入口の広さは、ラウンドアバウトの侵入車両の数に大きく影響する。 これは、例えば、低侵入口が広い場合は、それこから入ってくる車両の量を取り込む、間道も広い図で、そのような間道では並走する2台が、同時に間道から出ていくこともあり、その分だけ侵入のチャンスが増える。また、侵入のタイミングは限られているため、複数の車両がまとまって間道に入ることができれば、侵入量を増やすことができる。このために、 進入路の入り口から車線を増やしたり、間道への入り口のところで幅を増やして複数台の車両が波ことができるようにすることがある。ラウンドアバウトが他の形式の交差点より優れている最大の点は安全性の高さにある。過表は1998年に発表されたアメリカでの調査結果である。これは11のラウンドアバウトについて ラウンドアバウト建設前後での年間平均事故数の比較したものである。ラウンドアバウトは事故の防止に効果が見られ、この傾向はラウンドアバウトを導入したヨーロッパ各国でも見られる。単に事故全体の数が減るだけでなく、負傷者の出る重大事故が特に減っていることにも注目できる。他の形式の交差点と比較した別の研究結果によれば、 ラウンドアバウトの事故の発生頻度は、十字の形式の交差点の中で最も事故発生頻度の低い、すべての道路が一時停止とされている交差点と同じくらいである。どのような事故が実際に起こっているのかを調べると、車両同士の接触事故の減少が目立ち、このため、単独事故、歩行者や自転車との事故の割合が相対的に増える傾向がある。 ラウンドアバウトの安全性の理由として、工作点の違いを挙げることができる。工作点とは、車両の動線が分岐、合流、交差する点である。車両同士が衝突するとなれば、工作点で衝突するはずで、ドライバーが他の車両に注意しなければならない点となる。片側1車線ずつの道路同士の交差点の場合、普通の10時の交差点では、 交差点が32点ある。一方、ラウンドアバウトは8点しかない。つまり、ラウンドアバウト内では、車両同士の衝突の起こり得る箇所がずっと少ない。加えて、十字の交差点では、交差点同士の距離も短い。例えば、左側通行で右折することを考えるとき、通過する交差点はどちらも6点であるが、ラウンドアバウトは、交差点同士が離れているので、 ドライバーは工作点それぞれで他の車両に注意を向けることができる。十字の交差点の場合、工作点同士がとても近く事実上左右を同時に注意しなければならない箇所がある。ただし十字の交差点は工作点が一つであると考えると、ラウンドアバウトは工作点を増やしている上に対面して進行中の二台の右折車を工作させてて、 衝突の機会を増やしている。スピードを抑制していることも安全性に大きく寄与している。まず、第一に、スピードが遅ければ何かが起きた時でもそれに対処し、実際に被害が生じることを避けようとする時間を多く、取るとができる。人や自転車に対しては万が一事故を起こした場合でも、スピードが低ければその被害を小さくできる。車両同士の衝突でも同じであるが、 さらに、感動内の車両はどれも同じ方向に同じスピードで走っているので、車両同士の相対速度が低く、このことも事故の被害を小さくするのに役立っている。また、感動内のスピードが比較的遅いことで、侵入のタイミングがつかみやすくなるし、スピードも合わせやすくなる。遅れを最小限にできることも、ドライバーのフラストレーションの高まりを抑制し、 また乱暴な運転をする気分になることを抑え、安全運転を促している。一般の十字交差点などに対して、ラウンドアバウトの交通容量を単位時間に通過できる車両の数は大きくなる。ただし、信号のない十字の交差点と比べる場合は、交差点を突き抜けるときに左右からの交通がどちらも途切れているときのみ通過できることを考えると、 ラウンドアバウトの方が有利であるとも言える。アメリカの TRB の発行したトランスポーテーションリサーチサーキュラーイシュー212によれば信号のある十字路の容量は最大1500台時である。それに対しラウンドアバウトの容量は1800台時とも言われるが単車線の場合このモデルで最大容量が実現した場合というのは 完道を途切れなく車両が周回しているという場合であり、この時には当然他の車両は完道に侵入できない。つまり、最大値を比べても意味はない。結局のところ、その交差点のある場所の交通量、それぞれの道路に対する侵入、体質量とその方向によ、実際に通過できる車両の量は変わってくる。ジアのアンタンが、ラウンドアバウトと信号付け十字路比較検討したところでは、 小型の交差点の場合、外径16メートル、間道幅6メートルのラウンドアバウトと道幅7メートルの道路の交差点との比較には、ラウンドアバウトの方が容量が大きくなるが、交差点の大きさが大きくなるにつれ、信号付け十字路の方が容量が大きくなることが多くなる。各進入路のそれぞれの流入量が極端に偏っている場合、ある進入路からは、 理密への侵入のチャンスがほとんどなくなってしまう場合がある。このような場合は、特定の侵入路からの侵入を制限することになる。信号をつけることも一つの方法である。ただし、すべての侵入路に信号をつけた場合、この交差点は、ラウンドアバウトとは、設計思想が全く違うものとなるので、以後は、ラウンドアバウトの考え方は適用できない。他の方法としては、 隣接する別の信号付け交差点での信号のタイミング調整し、対象のラウンドアバウトへの侵入量を調整することも考えられるし、歩行者が多い場所なら、ラウンドアバウトから少し離れたところに横断歩道と信号を設置し、それで侵入量を調整することも考えられる。費用についても他の形式の交差点との比較は簡単ではない。例えば、 典型的なラウンドアバウトには、信号がないので、その設置費用や、維持費用を考えればその費用分だけ、ラウンドアバウトが有利である。ただ、ラウンドアバウトの場合、十字の交差点には見られない、中央島を設置する必要がある。そして、これに植栽を施すことはよく行われるが、植栽を行えば雑草狩りや水やりなど、定期的な手入れが必要となる。また、 信号が必要でないとしても、ラウンドアバウトのために照明を増やすことにすれば、照明に関する電気代は増える。また、建設費用に大きく影響する要素の一つとして、必要な用地の大きさを上げることができる。交差点の道路が交わった箇所だけを考えれば、中央島や分離島、新入路、退出路のカーブがある分ラウンドアバウトの方が広い、用地を必要とするとは言える。 しかし、通常の十字の交差点で、左折や右折の専用車線を設置する場合は、交差点からかなり手前のところから車線を増やす必要があり、多くの用地が必要である。いずれにしても、単純にどの形式の交差点が必ず費用の面で有利であるとは言えない。ラウンドアバウトの利点として、遅れの改善を上げることができる。遅れとは、 交差点のない道路を直進するために必要な時間に対して余計にかかる時間のことで、例えば信号の待ち時間、一時停止時間、徐行、減速、加速などに必要な時間のことである。ラウンドアバウトの場合、完全に一時停止せずに間道に入るチャンスが多いので遅れが少なくなるのである。ただ、十時の交差点の主要道路の方の交通が支配的で、 交差点の存在をほとんど気にする必要がないような場合、ラウンドアバウトを設置したために原則、加速を強いられ、遅れが増えることもある。遅れを改善することができれば、このことは、交差点周辺の環境の改善に寄与する。遅れが少ないというとは、不要な停止が減り、また、加減速の頻度や程度が少なくなっているというとで、排気ガスの排出量や燃料消費量、 騒音の程度が減少することを意味する。ラウンドアバウトは交通静音化の手法の一つとしても利用される。もともとラウンドアバウトはそこに侵入する車両の速度を抑制するように設計されているので適切に配置することによってその道路を通行する車両の速度を抑え交通の静音化を確実に実現することができる。ドライバーはラウンドアバウトの存在を無視して 直進することができないからである。十字の交差点と同様に出る際には、ウインカー、方向指示器を使用する。アメリカとヨーロッパでは、多少出し方が異なるが、共通しているのは、間道からの退出時にウインカーを出すことである。侵入した道路の隣の道路に曲がっていくとき、左側通行なら、左折には、侵入時からその方向にウインカーを出すことになる。 アメリカ方式では一番遠い道路に曲がっていくとき、左側通行な右折には進入時から曲がっていく方向にウインカーを出し続け、退出時に退出方向にウインカーを切り替える。アメリカの方式の方が感動内の車両の動きが予測しやすい。自分が進入口で待っているとした場合、感動内の車両が自分の見えている方の向こう側のウインカーを出しているかどうかは よく見えないからである。艦道内が単線と複線の場合、特に間道が大きい場合は、通常の車線変更と同じように、中央側や外側の車線に変更する場合は適宜、左右に方向指示器を出す。道路標識のデザインは国によって様々であるが、ヨーロッパ諸国を中心に1968年のウィーンで行われた国連会議のもと制定された。 道路標識及び信号に関する条約に即している場合が多い。まず、前方ラウンドアバウトの標識があり、ない場合もある。その先に、ロータリーありの標識がある。ラウンドアバウトを特徴づける、譲れは、新入路の入り口につけれる。譲れの手前に、優先道路を割りや、譲れありの標識がつけられる。中央島には走行の方向を示す標識がある、ことも多い。 指定方向外通行禁止やカーブ、分離島には通過指示の標識を設置し、分離島のどちらを通行するのか示す。案内標識も円形交差点であることがわかるようになっている。ラウンドアバウトの設計においては安全性と交通要領の兼ね合いを考える要素が含まれる。例えば安全性を高めるには侵入速度や周回中の速度を下げるように、 ラウンドアバウトの形状を設計すると良いが、これは同時にラウンドアバウトの交通容量も下げることになる。また、ラウンドアバウトの形状はそこを通過する最大サイズの車両によっても決まる。ラウンドアバウトを設置する場所の状況に合わせて最適な形状を設計することになる。設計の前提となる要素で最も重要なものは、ラウンドアバウトを通過する速度を設定することである。 ラウンドアバウトを通過する車両の経路を想定し、設定した速度で車両が走るような幾何学的な形状を決める。また、ラウンドアバウトの形状を決定するには、そのラウンドアバウトを通過する車両の設計上の最大サイズを決めなければならない。例えば、アメリカの連邦道路管理局の発行する資料では、アシュとポリシーオンジーアメトリック、デザインオブハイウェイズアンド・ストリッツが定める。 WB-15 のトーラーが一般的に幹線道路などを通過する最大サイズの車両であるとしている。環状道路の幅は単車線の場合は設計上の最大サイズの車両が余裕を持って展開できる幅となる。ラウンドアバウトの外径が十分に取れない場合には中央道の周りを通行可能なエブロンとすることで大型車の展開に必要なスペースを確保することが できる。副車線の場合は、想定している交通状況によって決めることになる。例えば、乗用車やトラックが支配的で、トレーラーの通過がごく少ない場合には、乗用車が並んで、走行、展開できる幅や、乗用車とトラックが並んで、走行、展開できる幅とする。アメリカの TRB は、ラウンドアバウトに適する場所として、次のような場所を挙げている。 まず、4本以上の道路が集まる交差点や、Y 字や A 角に道路が集まる変則的な交差点、U ターンの多い交差点は、ラウンドアバウトに向く交差点である。隣接する2つの交差点をまとめる場合や、信号による長い車両の列を作りたくない場合、トンネルが近くにある時などにもラウンドアバウトが適する。 中央島などを印象的にあしらって、街の入り口や中心部を魅力的にプレゼンテーションすることも可能である。日本における円形道路の交差点としては、ロータリー交差点のみが定義されていたが、2013年、平成25年6月14日法律第43号改正道路交通法により、環状の交差点における右回り行、標識327の10として、 現代的、ラウンドアバウトが定義された。国土交通省も、ラウンドアバウトを整備するときの適用条件、留意事項を示して、2014年、平成26年9月1日から本格的な運用が始まった。ラウンドアバウトの計画、設計、運用全体をカバーする技術指針としては、社団法人交通工学研究会による、 ラウンドアバウトマニュアルが2016年4月に発刊されている。日本の法律において、ラウンドアバウトは、道路交通法第4条第3項に、環状交差点として、次のように定義されている。社団法人交通工学研究会のマニュアルは、その定義において、としている。これはすなわち、環道交通流に優先権があり、かつ、環道交通流は、 信号機や一時停止などにより中断されない平面交差部の構造と運用形式を指している。日本では現代的ラウンドアバウトという意味でのラウンドアバウトの導入事例は極めて少ない。もともと日本では交差点の形式としてラウンドアバウトを想定していなかったため、従来の日本の道路交通法ではラウンドアバウト全体を一つの交差点としては 解釈できなかった。このため、2013年6月14日に道路交通法が改正され、ラウンドアバウトが環状交差点として位置づけられた、工術。日本でもその利点に注目し、ラウンドアバウトの導入が提案されており、その基礎データを収集するための実証実験も行われている。特に、 震災などの災害時に停電が発生しても信号機が使えないことによる交通網の混乱の心配をする必要がないことなどから東日本大震災の被災地や近い将来に発生することが予測されている東海地震の被害想定地域で関心が高い長野県飯田市の東和町交差点は2013年2月5日より日本初の試みとして 従来設置されていた信号機を撤去した上で、ラウンドアバウトとしての運用を開始した。ただし、進入地点に一時停止を義務付け、本来のラウンドアバウトの利便性を損なう変則的な方法をとっていたが、道路交通法の施行、2014年9月1日後は、ラウンドアバウトの標識327の10を設置して、 感動内の車両の優先通行と流入車両の助行により通行させることになった。2014年9月1日の改正道路交通法の施行を受けて全国19カ所で運用が始まった。その中で、多摩市桜ヶ丘のものは東京都で唯一の指定であった。同年度中には新たに15カ所が運用開始される予定である。道路標識は標識327の10。 青地に白い矢印が時計回りになっているものが制定された。その後導入する自治体が増えている。2017年5月末、現在22都府県で67カ所が運用されている。なお、2015年3月16日時点では全国で42カ所が運用され、このうち仙台市が11カ所、名取市が5カ所など、宮城県が19カ所を占めていた。 ラウンドアバウトを含む円形交差点の地図上の位置は日本の円形交差点で見ることができる。警察庁は環状交差点の交通方法についての動画を作成している。一般社団法人全国届け出自動車教習所協会の HP で見ることができる。また、交通方法についてのリーフレットを作成して配布している。 道路交通法の環状交差点についての規定が施行される直前の2014年8月8日に警察庁交通局は環状交差点についての規制基準を発出した交通規制基準の本編では第140ページに記載されている対象交差点は流出入部環状部分とも1車線の道路により構成される交差点としており 流出入部は4車線、往復合計での車線数の道路を想定していない。具体的な規制として、標識327の10の設置場所、設置方法について規定している。また、2014年12月16日には、ラウンドアバウトは、交通事故抑止、被害の軽減、信号機が不要になることでの待ち時間の減少。 災害時の対応力の向上等の効果が見込まれるので適切な箇所へのラウンドアバウトの交通規制の導入を推進すべしとの通達を出している。2014年8月8日に国土交通省が道路管理者がラウンドアバウトを計画、設計するにあたっての当面の適用条件と留意事項について通達を出した。その概要は次の通り。 一適用条件交通量は、総流入交通量1万台、日体未満。総流入交通量が1万台、日以上の場合、各流出入部において、時間あたりの流入部交通要領と、ピーク時間あたりの流入交通量を踏まえ可否を書く。外形は、設計車両の種類、隣接して接続する道路の交差角度、および分離等の有無を踏まえ、 車両の通行軌跡を考慮し設定。中央島は乗り上げを前提としない。二流移時故横断歩行者、自転車が多い場合、交通確保に留意。ラウンドアバウトを設計する際は、設置場所の性格、単、副車線などに注目して分類するが、ここでは外観上特徴のあるラウンドアバウトを挙げる。二つのラウンドアバウトを組み合わせた形態のものを、 ツインラウンドアバウトという、作走する工作箇所を減らすことで、交差点内での衝突リスクを低下させたり、速度抑制による重大事故の検証を的とする。日本では、島根県の浅山、大田道路に初めて設置された。しかし、二千十八年三月に設置された、このツインラウンドアバウトでは設置して間もない同年六月四日に七十代男性が、軽自動車で、 逆走事故を聞こており、誘導方法の改良等が検討されている。安全のためや、遅れの改善のためにラウンドアバウトを設置しようとしても、住宅地内などの交差点で、ラウンドアバウトの設置スペースが限られている場合、大型車の旋回に必要な半径が確保できない。そのため、中央島や分離島の上が、通行可能なようにしてある。例えば、 道路面から盛り上げ、石畳にして、乗用車は通行しにくいようになっていたり、道路に中央島や分離島を描いたりして設置される。ラウンドアバウトの容量を上げるためには感動音に、車線にするが、その場合、感動内で車両が車線を変更する際に、衝突の危険が発生する。また、内側の車線から感動を退出する場合、外側の車線を横切らなければならず、ここでも、 衝突の危険が生じる。そこで、そのようなことができないようにしたものが、ターボラウンドアバウト出る。侵入時に車線を横切る場合があるが、一回間道に入ってしまったら、他の車線に移ったり、他の車線を横切らなくても、目的の出口から退出することができる。イギリスで見られる、ラウンドアバウトの形式で、中央島の周りに回転方向の違う2本の間道を持ち、 侵入、退出口の場所に、内側と外側の管道をつなぐミニラウンドアバウトが設置されている。外側の管道に入った後、そのまま時計回りに目的の出口に向かっても良いし、ミニラウンドアバウトで U ターンして、半時計回りに目的の出口に向かっても良い。感動内ではミニラウンドアバウトが優先である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。